坂本はじめ坂本はじめから1948年11月21日は日本海軍の軍人。最終階級は海軍中将、高知県出身。1874年10月、海軍兵学寮に入学。1883年11月、海軍将尉に任官。1890年1月、海門分隊長となり、比叡、金剛、赤城の 各分隊長、何は公会長、海軍大学校副官、五島公会長、陳炎開校委員、桂ツの副長などを経て、1896年4月、海軍少佐に昇進し、横須賀水雷団、第二水雷艇隊司令に就任した。1896年11月、富士開校委員となり、同公会長を経て、1897年12月、 海軍中佐に昇進した。同月、五島副長に発令され、富士公会長、県常備艦隊公会長、八島副長赤木豊橋の各艦長を歴任し、1900年9月、海軍大佐に進級した。1901年2月、千代田艦長に就任し、笠木艦長、関政本部、第二部長を経て、1903年10月、 ヤシマ艦長となり日露戦争に出生。旅順港閉塞作戦に従事していたが、1904年5月15日、上官、ヤシマが、旅順沖で植来し沈没した。同年8月、大連湾防備隊司令官に就任。1905年11月、富士艦長となり、香取海開港委員長、同艦長、水路部長を経て、1907年3月、 海軍省省に進級した。1908年8月、前鶴高省庁に就任し、横須賀高省庁を経て、1911年6月、海軍中将に進んだ。1912年12月、旅順陳述司令長官となり、海軍召喚会議議員、前鶴陳述司令長官などを歴任。1916年4月に対命。同年12月、 予備役に編入となった。ありがとうございます。